ようやく動くことができるか。 あ、無事でよかったわ。実は今、説明は必要ない。波動のこともリンクの。 え？まだ何も言ってないのに。 説明を聞くのも面倒だったからな。 お前の心を読ませてもらった。 心を読むか。ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんたまさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私が雑多な情報の一つにあったかもな。それどうしたって。何よそれ。 乙女の秘密を何だと。まあまあ、ナメック星人にとっては、それにブルマ。とにかく事情は分かった。孫にリンクしているお前だが、今はお前の力が必要。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。
家は十分見ていたな。いい修行になったな。次行ってみっか。それにしても全員の力が封じられちまうなんて、今回は今までにないくらいヤバい状況だよな。そういう割にはずいぶん冷静じゃないか。そりゃこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。それにごくごくがワクワクしてるうちはなんとかなるような気がするからさ。余裕があるのはいいが、奴は当てにしすぎるなよ。そんな奴は頼りにしていいのかよくわからんこともあるからな。言えてるぜ。もちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ。と
倒せそうな敵は俺が倒してやる。いい心構えだ。
8号はカプセルコーポレーションで詳しく検査中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。クリリン、ほらん中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな、きっと大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなのな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。なあ、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号ならレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのにな。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かをもとに作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって感じかしら。真相はわからんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか。あ、そうだな。ほら、あそこ、ご飯だ。はあ、よかった。気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ、お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ、サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。クロック、あいつらしつけえな。ソン、ヤツの注意は俺が引く。お前は5分の。僕ならワロンを連れて。しょ、あれ、気のせいだ。ちょっと、まあ、それよりまずはヤツを。Let's go!
成果を見せてやる。クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。あ、そろそろご飯も目覚ましてるだろうしな。あ、父さん、それにピッコロさんも。よう、ご飯。体なんともねえみてえだな。ソン、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い。けど、ご飯はそんな弱くねえからさ。それに、最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえか。まあな。だが、まだ本調子とは言えん。ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。が一緒に戦ってくれるなら楽しいぜ。それから父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。厳しい戦いになりそうですね。今の僕で力になれるのかどうか少し不安になります。心配ねえさ、きっとなんとかなるって。いざとなったら俺たち親子でフュージョンすりゃ勝てるだろ。父さんと僕でフュージョンですか。それすごくいいアイデアですね。だろ、オラたちが合体したら名前はここか。それとも盛り上がっているところ悪いな。あれは失敗するとまるで使い物にならない。練習する時間さえない今、慣れないことをするだけ無駄だ。え、一度のかっこいいポーズやってみたかったんですけど。かっこいい。ん、そうだか。この戦いが終わったら。本当ですか。ぜひお願い。あれをかっこいいと言えるとは、やはりこいつら親子だね。何ブツブツ言ってんだ。ああ、
一人でも迎えの方向はしてやる。一人でもこのくらいの抵抗はしない。